香川県立観音寺第一高等学校、早稲田大学第一理工学部機械工学科卒業。醤油醸造業を営む家庭に生まれる。高校生の頃から父親の持っていたライカのカメラで撮影を行い、早稲田大学に進むと在学中にカメラの内部構造に関する特許など4件を取得している。1956年に、 同大学を卒業して、オリンパス工学工業に入社。入社3年目の1959年に、当時の標準的なカメラの3分の1程度の価格となる6000円で質の高いカメラを作るように、命ぜられた。コスト削減のため部品点数の多いワインダーを、歯車一つのダイヤル式に変え、この機構は後にレンズ付きフィルムなどでも採用されている。また、 カウンターも円盤1枚をワインダーの上に乗せるだけにし、同じく部品点数を減らした。こうして浮かせたコストをレンズセットに使い、性能を重視して4枚組のテッサー型を採用した。また36枚フィルムで72枚の撮影ができるように日本初のハーフサイズカメラとし、メモするように気軽に撮れるという意味を込めてオリンパスペンと名付けられた。 一方で試作品を見た、自社工場の責任者からは、玩具のようだとして、生産を断られ、製品は、下請けの町工場で組み立てられた。ペンは、大ヒットし、1963年には一眼、レフカメラのオリンパスペン F が開発、発売された。他社のカメラを分解せず自分の頭で新製品を、考えるよう部下に命じ、1973年に、 発売した小型軽量の一眼レフカメラシステムであるオリンパス OM システムもヒット商品となっている。通常はデザイナーが行っていた外観デザインも自ら手掛け、1980年に発売されたオリンパスサニーはカメラとして初めてグッドデザイン大賞を受賞した。1984年に取締役となり、1990年に第一。 事業部長、1992年に、常務取締役に就任した。同年には、米国写真マーケティング協会から、日本人としては5人目、同技術者としては初めて写真の伝道に選ばれている。フォトキナに参加すると、雑誌編集者や、写真愛好家が集まってその場が、サイン会になるなど、海外でも高い評価を受けていた。 1996年から顧問となり、週に1回会社を訪れて技術面で助言を行っていた。2009年7月30日に呼吸不全により死去。開発した OM-1。ありがとうございます。